out to our nerves at dawn. はい、皆さんこんにちは。今日はフラットリストを練習します。バトンを前に、準備します。そのままボールを自分の方に回してきて、横でボールが自分の方に来ます。その時に親指と人差し指の間を使ってください。柔らかいところがあるので、ここを使うと綺麗に回せます。でそこからボールが腕の上を通って、手のひらが上でグーになります。で元に戻ります。はい、これを連続してやるとフラットリスト、フラットっていうだけあって、あの水平にね、お皿のように回してください。その時に肘は伸ばして、肩の高さ、指はきれいに添えてください。はい、じゃあ次左もやってみます。左も回り方は同じ方向に回ります。なので、はい、横になりました。手のひら上です。その次に親指と人差し指の間、柔らかいところを使って腕の上取りました。横になります。元に戻って、はい、前。これを早くすると左のフラットリストになります。これは、上下とか左右とかならないように、グーの位置が一箇所で回るように回してください。その時に親指と人差し指のところを使うと綺麗に回すことができます。はい、じゃあ、アシスタントはみさとちゃんでした。頑張って練習してください。 Thank you for watching my video. I'll be uploading more baton twirling instructional videos in the future. If you like the video, please leave a comment, press the like button, and subscribe to my channel. See you soon!